続いて酒井さんのお天気コーナーです。はい、今日は関東青空でした。気持ちのいい青空ですよ ね。そうなんです。これ久しぶりだったんですよね。東京では8日ぶりのこれだけの青空ということになりました。まあ、この時期としては珍しいようなそんなことなんですけれども、うん、この久しぶりの日差しでですね、気温もぐんぐん上がりました。各地の気温、最高気温見ていきましょう。今日の最高気温ですが、東京 18.6 度まで。20度とかありますよね。そうなんです。栃木県の佐野では20度。なんかこの季節に見る数字じゃないですよね。1月とは思えないような、そんな数字ですよね。まあ、4月並みの気温のところが今日は多くなりました。で、明日もですね、4月並みになりそうなんです。明日の気温見ていくと、朝もそれほど気温は下がらず、そして日中は15度以上というところが多いですから、やはり今日よりは少し下がってくるものの、それでも明日ももう日中は暖かいかなと思います。暖かいのはいいことなんですが、ただやはり気になってくるのが、木村さんもう感じてますか？あ、わかった。そうなの？花粉症。それです。そうです。ほら、じゃあ、でもまだくしゃみしてない。あら、え、花粉症の気持ち、まだあのね、花粉って言われると多分出てきちゃう。出てきちゃう。これから出てきちゃう。忘れてたのに。たっぷりお話していきます。東京の花粉の飛散予測が、最新のものが出てるんですけれども、飛び始めがですね、やはり暖冬ということで早めです。平年よりも大体1週間ほど早くて、2月の10日ですから、もうあと2週間切ってます。ですから薬の飲み始める方はもうそろそろかなという、そんな感じですね。で、飛散量としては昨シーズンの6割程度ですので、量としては少なめかなという予想なんですけれども、ただピークを見ていきたいと思います。花粉のピークなんですが、こちらも平年よりも早め、スギ花粉は2月の下旬から3月の下旬にかけて、ヒノキは4月ということになっているんですが、東京ではこの飛散のピークがですね、平年よりも長い予想になっているので、しっかりとした対策が今シーズン必要かなと思います。早め早めの対策、心がけてください。では明日の予報を見ていきましょう。さあ、明日も青空広がるところが多くなります。天気の大きな崩れはありません。今日よりも少し風は強まってきそうです。そして気温見ていきましょう。明日朝の気温、今朝と大体同じくらいですね。東京7度、館山10度と高めになってます。そして日中の気温です。こちらは今日よりも 2,3 度低くなるところが多いですが、それでも4月並みですね。日中、日差しの下で暖かさ感じられるところが多くなりそうです。そして週間予報を見ていきましょう。この先はもうずっと晴れマークがついています。晴れの天気、来週にかけて続きそうです。ただ気温もですね、あさってから下がってきそうです。暖かさは明日までということになりそうです。以上、お天気をお伝えしました。